国民の声に謙虚に耳を傾け、間違いない歩みを進めていく。総選挙で、自公与党過半数割れの大敗を喫した、石破首相の敗戦の弁だ。生まれ変わるつもりがあるなら、まずやるべきは、裏金事件の真相究明である。勢力を大きく拡大した、立憲民主党は強気だ。首相が出席して、予算案を審議する、予算委員会の委員長ポストを奪取。 野田代表は8日の会見で、裏金をめぐり、衆参両院の政治倫理審査会で、弁明した旧安倍派幹部らについて、予算委での承認喚問を要求する、可能性に言及。後から出てきた事実からすると、本当のことを言っていなかったと思われる人たちもいると、主張した。裏金議員の内政倫審に出席したのは、衆院選でくら替えした、世耕前参院幹事長や西村元経産省。 松野前官房長官など9人だけ、旧安倍派、幹部、5人衆のうち萩生田元政調会長だけが出ず、萩生田氏を含む衆参73人の裏金議員が、政倫審への出席要求に応じなかった。野田代表は、承認刊文だけでなく、政倫審出席を改めて要求する方針だ。政倫審に出た、ご人衆が一様に、裏金づくりに関与していない。 会計責任者がやっていて知らなかったなどと口を揃えていただけに偽証罪に問われる証人関門なら実態解明に一歩近づく。全会一致が慣例でハードルは高いとはいえ間違いない歩みを進めていくと決意を新たにした石場自民にとって証人関門は渡りに船のはずだ。裏金問題こそ視界不良の要因。党の萩生田氏は 自身のメルマが8日配信で予算委員長を野党側に渡すということも決まり、視界不良な国会が待ち受けていますとぼやいていたが、自身の裏金こそ、視界不良を招いた要因じゃないか。旧安倍派幹部は誰も刑事責任を問われず、衆院選を経て、みそぎは済んだと思っているのかもしれませんが、裏金作りの権威も何に使ったのかもはっきりしていません。 真相究明から逃げ続けてきた自民の姿勢が衆院選で脳を突きつけられたのであり、承認官問や政倫審にきちんと応じることが生き残る道です。自民が事情作用を示せるかどうかの最後のチャンスでしょう。放題名誉教授、いがらしひとしイコール政治学。一体何人の裏金議員が説明の場に出てくるのか。見物だ。 旧安倍派の参院議員の中から、生林審への出席を検討しているという声が相次いでいるというが、関連記事、もっと読む、では、今さら生林審に出席したいって、自民安倍派、裏金参院議員の遅すぎた残悔来年の選挙落選に現実味を取り上げている。以下は視聴者からのコメントで、自民党も応じても面白いと思う。ただし、 立憲の裏金委員長の安住氏の成人審出席が条件だ。自民党の方はおそらく何の進展もないが、いつまでやっているのかとなるが、立憲の議員を出席させると面白いだろう。ひょっとしたら風向きが変わるかもしれない。検察は法務省の下部組織。法務省トップの法務大臣は石場内閣の一員に、過ぎない。 安倍派と仲良し森山幹事長が何か言っても党内事情を優先することを国民が許さないということが先の衆院選で示された何時までたっても裏金問題は解決しないし選挙に影響するまた同時に統一教会問題解散命令出したのならば一刻も早く実行すべし予算委員長を立民に渡したのは見方を変えれば 自民党内からの石破卸ろしを封じ込める石破さんの作戦かもしれないですね。野党からの外圧で旧安倍派の残党を葬り去ることができます。しかも、裏金銀を成敗すれば国民の怒りが石破さんに向くことはありません。一石二鳥三鳥の効果を期待できます。展開が面白くなってきましたね。立憲民主党は 来年の参議院選挙を視野に入れての戦略であるが自民党はまずこの件は裏金ではないことを国民に改めて発信すべきです政治資金規正法から言って政治資金パーティーでの収入は合法であり要はその会計責任者が虚偽の報告をしたことはすでに逮捕立件されその時点で決着しています 野党やマスコミの間違った指摘に完全と反論し、問題の蒸し返しを阻止してほしい。